この時間はスペイン対アメリカ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。舞台はここカンプノウ、なんと10万近い収容人数を誇るカタルーニャ州バルセロナにあるヨーロッパ最高峰のスタジアムです。アメリカ国歌お聴きいただきます。さあ北澤さん、特に気になる選手がいましたら教えてください。ラポルトですね。ビルドアップの技術が非常に高いですよね。彼のフィードから攻撃をスタートできますし、攻撃と守備の両面で活躍してくれるでしょうね。はい、やはり彼がいるだけでも絶対的な安心感があるんでしょうね。スペインのキックオフでスタート。スペイン対アメリカ、サイドをご紹介しましょう。右側がアメリカ、左側がスペイン。ジョルディ・アルバ、クリスティアン、組み立てながら攻め上がっていく。ロドリ、パティへ、左サイドのドリブル、この位置で受ける、抜けるか、さあ中はいる、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。素早いパスで攻め上がっていきます。縦へのボール、ウェア、ここで前を向けるか、うわ、混ざる。ブスケッツ、ジョルディ・アルバ、ピッチの使い方広くていいですね。裏を狙っていきます。いいボールでしょ。さあジョレンテ、いいですね。モラタに渡る、裏へ出るか、いいボールですね。タイミング合いませんでしたね。足元大事に行きます。アコスタ、カウンターを仕掛けていきます。入るか、素晴らしいパス、抜けてくる、どうだ、直接行ってしまいました。ジョレンテ、スルーパスを狙う。さあカウンターのチャンスになります。ここは間合いを取る。ファティからジョルディ・アルバ、プリシッチ、これはいいディフェンスです。アメリカは先ほどから前線の選手がサイドに開いているように感じるんですが、いかがでしょうか。そうですね、サイドを起点に攻められますからね、はい、そこに意識をさせておいて空いた中央から攻めることもできますよね、うん、オプションがそこにあるってことですね。そうですね。アコスタ、サイドを使います。ここで受けて、さあどこに出してくる、打った、シュート、
これはボッチだ。これはギリギリですが PK ではないという判定。しかしフリーキックのチャンス、絶好の位置です。フリーキックのチャンス、今日最初のチャンスです。そうですね、まずはこの1本目注目ですね。右サイドへ振って チャンスを演出できるか。ジョレンテ、ここは奪います。フリーキックのチャンスです。場所は悪くないですよね。ここから先制点に直接防ぐ。ここ拾って次につなげたいスペイン。モラタ、ファティ。スペインは前半未だシュートがありません。ロドリ、ロドリからファティ、さあつながるか。さあどうする、来たチャンスだ。ウェア、このスルーパスは通りません。さあファティ、ファティから左へ、どうする。ここでファールがありました。やはり抜けるとチャンスになるところですから、ね、来た。シュート、サマル。いやー、これよく止めましたね。いやー、いい反応ですよね。ファインセーブですよね。これはここで見せてくれました。これはクリア。ジョルディ・アルバからクロスボール。このクリアボール次へつなげたい。さあファティ、モラタに渡る。さあどうする、惜しい。ブスケツからサラビア、ジョレンテ、ロドリからファティ、長いボール縦へ、マクケニー、カウンターを仕掛けます。モリス、サイドのスペースへ走らせる。丁寧に足元を使う。どうだ、クロス。ロベルト・サンチェス、しっかりと抑えました。マクケニー、大きく縦へ、モリス、裏へ届くか。いいとこ入りますよ。ジョレンテからサラビア、スペイン、ここでファールをもらいます。イエローカードが出ました。抗議の姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。どこ狙ってきますかね。これを拾いたいアメリカ。ジョルディ・アルバ、
ブスケツ、ブスケツからもシュート、マッケニー、モリス、マッケニー、クリスティアン、ブスケッツ、ロドリ、ここで受ける、ラポルト、裏へのスルーパス、シュート、これはよく止めました。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。スペインが今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。バタバタした守備の中でキーパーだけが冷静でしたよね。まあ、次からもう少しリスクマネジメントを考えた方がいいですよね。このクリアボール拾いたい、チャンスを演出できるか、ここでファールがありました。もう一度セットプレーのチャンスになります。先制することができるか、直接か、おー、先制、アメリカ、素晴らしいプレーでしたよね。直接叩き込んできました。精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。さあ、アメリカ先制ゴールを決めました。1対0。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。長いボールを送ります。モリス、パスの交換、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。クリスティアン、枚数いる、中につなぎたい、フリーだ、絶好の位置でシュート、いやー、いやー、今のは北澤さん、ファインセーブでしたね。いや、素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。この難しいボールによく触りました。ショート行きましたね。コーナーキックが続きます。スペインはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。サラビア、スルーパス、ジョレンテ、いいプレッシャー、大きく縦へ、マッケニー、パスでつないで攻め込んでいきます。アメリカ、このパス回し、ビーム、プリシッチ、素早いパスで攻め上がっていきます。ジョルディアルバ、ファティエ、ジョレンテ、ファティエ、ブスケツ、縦へのボール、アメリカ、ここもしっかりディフェンスしました。
ファティ。ファティからモラタ。クリスティアン。長いボール縦へ。モリス。アコスタ。仕掛けるタイミングを図る。この位置でボールを受けます。どうだ、ジョルディアルバ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。あっと出てきた、きた、追加点、アメリカリードを広げました。ここはいい位置に詰めていました。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちりと予想したポジショニングを取って落ち着いて枠に流し込んだいいゴールですよね。今日2点目のゴールです。さあアメリカ、ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。いやこの2点目はね、これも終わるんじゃないかなというところでのね、追加点でしたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうから、わからないですよ。スペイン対アメリカ、それでは続けて試合を楽しみください。さあ後半キックオフ、後半の入りというのは重要になってきますよ ね。また追加点されますと厳しくなってきますからね、はい、サイドチェンジ、アメリカ固いディフェンス、ターナ大きく前線へ、ビーム、ウォーカー、長いボールを送ります。ちょっとパスが長すぎました。ジョルディアルバ、ファティへ、アスピリクエタ、ロドリ、さあどうだ、シュート、決めたい。アメリカはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。来た、やっぱり一瞬開けば打ってきますよね、まあ、ミドル得意ですからね。ミドルシュートに行きました。ジョレンテ、モリス、チャレンジはしません。後ろに流す、大きくサイドチェンジ、ウォーカー、組み立てながら攻め上がっていく、セルジーニョ、大きく縦へ、もう一つ前に行きたい、クリア、このピンチをなんとか出します。一旦前を取る、マクケニー、ボールがつながる、クリスティアン、ミドル、精度の高いキックでしたし、コース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。アスピリクエタ、アメリカとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると、決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使われないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね、俯瞰して物を見るというこれまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。ラポルト、ジョルディアルバ、
スペインとしては1点ではなくて2点3点取っていかなければなりませんよね。そのためにはベンチワークが必要だったり選手間の修正が必要かもしれませんね。さあどうする、サラビアに渡る、ブスケツ中で味方の選手が待っている、サラビアに渡る、上げてくる、どうだ、こう前すいたので危険でしたね。スペインが最終ラインまでボールを下げる、ジョルディアルバ、ファティへ、裏のスペースを狙う、ここは通しません。クリスティアン、モリス、ビーム、縦へのボール、ロドリ、ジョルディアルバ、ファティへ、ここで丁寧にコントロール、ロドリ、どうする、さあカウンターを仕掛けます、マッケニー、このパス抜けてくる、ここで丁寧にボールを扱う、プリシッチ、チャンスを演出できるか、フリーで受ける、どうだ、撫でるようなボールタッチ、置きましたよ、クリスティアン、どうする、ここかわす、プリシッチから右へ、ここで丁寧にボールを扱う、中は枚数いる、ここで丁寧にコントロール、中は枚数います、上げてくる、クリアが浅い、ファティ、ファティ上がっていく左サイド、モリス、ビーム、緩く狙ったボール、ブスケッツ、アスピリクエタ、クロス、コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。短く出す、サラビアからアスピリクエタ、さあファティ、シュート、アメリカここはクリアでピンチを出します。サラビアからジョレンテ、セルジーニョ、マッケニー、一気に前線にボールを送る、クリスティアン、一人で持ち上がっていく、さあボールはプリシッチ、プリシッチ抜けるか、アメリカここでファウルをもらいます、イエローカード、審判に抗議しますが、これは認められません。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。やや深い位置からのフリーキックです。
ここは誰に合わせるのか。と枚数いたんですけどもね。ロドリ長いボール縦へ、ブスケッツ、ブスケッツからのフィードボール、アスピリクエタからのフィードボール、こぼれてますよ。クロスが入る、そのままキーパーが抑えました。クリスティアン裏へのスルーパス、サラビアからモラタ、足元大事にいきます。クロス合わせてくるか、中央へ、スペイン絶好のチャンス、ものにできません。結果的に大きな場面だったかもしれませんね。スペインチャンスを迎えたシーンがありました。アメリカはここで選手を変えます。ジョレンテ、スペインとしては今日はちょっと噛み合ってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね。勝負のシーン、ブスケッツ、ロドリ、収まったフリーだ、パーティー、決めた、スペイン後半残りわずかです。パティ、北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミングシュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。さあスペイン、もう1点いけるか。あと1点ですからね、いってほしいですね、ここまで来たら。はい、クリスティアン、ボールを下げてリズムを作るか。アメリカ落ち着いて時間を使います。時間を稼ぐ方法ですよね。長いボールを送ります。あっと危ない、そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。ラポルト、ロドリ、スペインとしては時間ないですからね、ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。サラビア裏へ届くか、ここは間合いを取る。さあどうする、ルーズボール、スペインもうラストワンプレーもしくはツープレーというところでしょうか。ここで収まる、シュート、スペイン、このゲーム終了間際での同点弾、流れるパスワークからゴールが生まれました。回している選手同士でこのメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、そのあたりにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。さあスペイン、土壇場での同点劇です。いやー、踏ん張った結果出てましたよね。そうですね、ここで笛です。2-2、スペイン貴重な勝ち点1を手に入れました。
さあ終わりました。終盤の攻防戦は非常に見応えがありましたね。1点が入ってもおかしくない状況でしたし、今もまだ興奮冷めやらぬといった感じですね。そうですね、スタジアムを興奮のルツブへと叩き込むという試合展開でした。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。勝ち点1ずつ分け合うことになります。